はい、おはようございます。カッパパです。今ね、富士山麓の本栖湖にいますということでございまして、今日は龍ヶ岳を登ります。駐車場なんですけど、まあ、ここ登山者用の駐車場って聞いたんで一応ここに止めました。これね、龍ヶ岳登山道入り口って書いてありますけど、どうやらキャンプ場の中を行くようですね。それでは行ってみたいと思います。おお、結構やってんだね、平日だけど。どうやらね、このキャンプ場のど真ん中を突っ切っていく感じですね。はい、この、ね、龍ヶ岳登山道入り口っていう看板が無数にありますね。いやー、今日ね、まあ全泊したんですけど、全泊したところの窓を開けたらね、いきなりドーンと目の前が富士山だったんですよ。本当にね、雲一つない素晴らしい富士山でした。はい、ここでね、分岐ですね。ここが龍ヶ岳登山道入り口。この看板いっぱい出てるんで、はい、ここを登っていくようですね。ああ、こっからなんか登山っぽくなってきた。はい、ちょっとね、開けましたね。おお、こっちいい。戻すか。いいね。おお、はい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 。あ、ここはベンチもあるんだ。おお、方角だとあれが龍ヶ岳ですね。あ、一旦これ下るんだね。下って登り返すパターン。はいはい。お、開けた。うわあ、すごいね。ちょっと上の方に、ガスがかかってますけど、どうなんだろうね、この後あれが取れるんかね。まあ俺的にはもう十分なんだけどね。Thank you.
こにね、あずま屋が見えてきた。はい、あそこ行って一休みしましょう。お、あずま屋だ。ありがとうございます。映っちゃってますよ。登山道の途中の東屋で、ご視聴者様にお会いしました。非常に素敵なね、お姉様2人でした。いやー、ちょっとね、風が出てきましたね。ね、富士山にかかる雲もちょっと動きが速くなってきたような感じです。でね、この東屋のすぐこっちにね、祠があるんですね。これ石仏だよね。ね、石仏だわ。で、上が龍ヶ岳という感じですね。あと、そうですね、地図上だと1時間ぐらいかな。はい、こんなね、深い笹の中をガサガサ音を立てながらね、今登ってます。はい、だいぶね、勾配が緩くなってきてね、ほぼ平らになってますけど、ね、あと20分ぐらいで山頂なんだよね。多分あの辺りかな、山頂は。で、その奥のね、山が地図上だと天ヶ岳ってなってますね。いいね、ゆる山で。ね、ほぼ10日ぐらい前は、あの横岳のガチャガチャな岩の峰を歩いてましたからね。お、え、湖畔登山口レイクサイド。あー、そっか、本栖湖からこう登ってこれるんだね。おお、はい、おお、ここすごいね。はい、じゃあね、龍ヶ岳の山頂、あと20分ぐらいなんで、頑張っていきましょう。おお、ここね、あの YouTube でよく見る。おお、出た。はーい、龍ヶ岳です。山梨百名山龍ヶ岳。はい、目の前ね、富士山ですけど、これは前ね、動画でね、ベルママが座ってたセットだね。山頂でね、富士山鍋をやりたいと思います。これのためにね、カグママが用意してくれました。何、これが噂の富士山鍋。富士山鍋、すごいじゃん、なんか富士山っぽいでしょ。なんか樹海っぽいね。ウィンドスクリーンで富士山作っ
ってみました。はい、じゃあ僕らこれ食べましょう。はい、カブママ富士山鍋、少し待ちます。おお、なんかいろいろ登ってきてる。展望良さそうだね。こっちはけなし山、天ヶ岳、橋田峠方面です。おお、こっちは南アルプスになるのか。で八ヶ岳だと思うんですよね。じゃあね、めちゃくちゃ寒いんで夕方系の山頂から降ります。はい、はい、富士山もね、まあ、頂上の方雲かぶっちゃってちょっとね雲も分厚くなってきちゃってますんで、はい、でもね、まあ、山頂でカブママの富士山鍋、本当に美味しい鍋食って温まったんで体冷えないうちにおります。はい、はい、元気です。いいタイミングで山頂が出てきました。富士山をこんなにね間近で大きく見えたところって正直初めてなんですけど、まあ、以前登った三つ峠なんかよりもね、だいぶ大きく富士山を見ることができました。はい、ということでございましてね、今回も動画ご視聴いただきましてありがとうございました。カブママでした。